天元は関光太郎天元が保持されているわけなんですけれども、はい、まあ、関天元の印象、また岐阜についてどのように見ているかお聞かせください。はい、そうですね、関さんはこう、まあ、大舞台に強い印象はありまして、はい、まあ、あの滝戦含めてもあの大きいところでやられていることがありますので、今回その、まあ、リベンジマッチの舞台に立てたということは非常に光栄に思っております。そうですね、岐阜に関してはこう AI の研究ですとかそういったところは非常にこう、まあ、難解な定石とかも深くあの知っている印象というのはあります。一時期、棋聖、ご本人のお話も伺わせていただきます。まあ、今年に入りまして、棋聖、防衛、また本因坊も奪取されて、今年の2冠ともなりました。まあ、2日制のタイトルで2冠、大きなことだと思うんですけれども、今年に入ってのご自身、はい、うん、まあ、どのように見ているか、聞かせてください。はい。まあ、こう、大きい目標でありました、棋聖、防衛と本因坊奪取というところを果たすことができて、まあ、あの、こう、自分の、実力以上のものが出せたかなというのはあの感覚としてはありますけれども、あの1日戦のタイトル戦に関してはあまりここ数年成績が残せていないので、そういった意味でも今回の天元戦に関してはこう、まあ、正念場といいますか非常に大事な戦いになるかなというふうに感じております。天元戦の五番勝負は北は北海道、南は九州、各主催新聞社場所場所と土地を転戦といたしされます。天元戦について五番勝負どのように今回見ているか教えてください。はい、まあ、天元戦は過去に何回かこう挑戦点に出させていただきましたけれども、毎回その、まあ、北海道ですとか福岡ですとか、まあ、日本各地全国各地に行けることをこう楽しみにしていました。まあ、今回もそうですね、あの、まあ、1局目の岡崎市から各地を転々として回るので、まあ、その各地の囲碁ファンの方々に楽しんでいただけるような碁をあの見せていきたいかなというふうに思っております。まあ、冒頭にも少し触れましたけれども、関さんには結構大きいところで、まあ、2年前の天元戦も含めやられていますので、まあ、今回はその借りを返すつもりで、そうですね、あの内容的にはこう囲碁ファンの方に、まあ、見てて、まあ、面白い楽しんでもらえるようなそんな戦いにできたらいいかなというふうに思っております。